話をしてるうちに、ね、珍しいですね。ね、パセリマン選手。しかもホークスだ。はい。先週はね、海外のプレイヤーいっぱい来てるっていうことで。そうですね。うん。なんか大会に来てたんですけど。パセリマン自体は結構うん、この間の梅ブラを経て、うん、モチベーションが結構高い。はい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 。話はしていましたね、うん、いやそうなんだよな、なんか梅ブラにめちゃくちゃ感化されてて、うん、まあ今日もね、海鮮丼食べて帰ってきたんで、うん、まあ油が乗ってると、油が乗ってると魚の脂身はどうなんだ、そこまで多くなさそうだが、まあヘルシーな方ですね、うん、さあこのカードは、うん、登竜門で、うん、数年前ですけど、そうですね、もう何回も何十回も行われていたような、うん、非常に懐かしいカード、懐かしいカード、クラシカルなカードですけど、世界で戦う剣は、まあ、ライトというね、ホークス使いを、はい、まあ、強く意識していた部分があり、まあ、相当なホークス対策を積んでるんで、うん、あの頃のようには、ただ多分パセリマンの方も、うん、タイソニックに関してはそんなに自信がないわけではない、なるほど、多分結構か得意なのかな、分かんないですけど、明確にやることは分かってそうな、はいはいはい、それこそあれですね、なんかオムさんがいつか言ってた、うん、最後に立ってるのは結局フォックスが、フォックス理論みたいなね、あるかもしれない。1ストック目は結構寛容だぞ、ね、ここからはもうフォックス側はウエスマを狙う、うん、まあだけって言ったらあれですけど、うん、そういう強力なねタクがあるんで、うん、対するソニック側はやっぱりちょっと撃墜に関しては復帰阻止を除いてしまうと、こういうのありましたねあんまりないっていうことしたんですけど、うん、あんまりないうちの一つを、はい、見事に手繰り寄せました。さあ五分五分の状態で2ストック目とはいえ、かなりねこのクーエヌウエスも警戒してたと思うんですけど、はい、剣側も、うん、よく通しましたよね、あそこで。ね、ホックスさん、クーエヌウエスマンやっぱなんか、なんですかね、意識しても当たっちゃうんですよね、あれ。なんか下りクーエヌをガードした後に、こうガードからどうしてもジャンプとか回避とかで動かなきゃいけないってなると、うん、その先まで追われた場合は致し方なしみたいな感じで、そうですね、やっちゃうのかも。そもそもガードする状況を作っちゃった時点で、うん、まあフォックス側の手中にハマってるという、うん、そうね、反撃もないしね。いやジャスが狙ってるが、うん、空中ニートラル、フォーンアテからのリフレクター、掛け替えに追い出すが横必殺技スピンアタックでダメージを取る、空中ニートラルからのウエスマッシュだったが、これは相打ち横強攻撃、これは空中判定が硬いが空中前で暴れた、ジルカテ攻撃起き上がるよ、ギリギリパーフェクトゾーニングでしたですね。今ビジョンのビジョンの後で、うん、感性をね後ろに入れるか前に入れるかのシンプルな二択の読み合いだったんですけど、うんうんうん、内側に入れるっていう、まあ太い択を通しましたね。そうですね、はい、そしてそのお釣りとして、うん、ウエスまでの撃墜を得ることができたと、上側に行くがこれは、うんうん、お見事、かなりこうハイレベルな攻防というか、そうですね、一歩先のやり取りですよね、まあ味方を間違えれば、うん、なんか初心者みたいな復帰って思われるかもしれないですけど、うんうんうん、まあ合わせるしかなかった。そうですね、一周回ってっていうタクがお互い見て取れるが、はい、ダッシュ攻撃着地狩りからの空中しろ、イリュージョンを叩いて叩いて今度は引き完成、はい、ね、相手を信頼しての読み合いですよね、うん、ミス依存とかではなくですね、相手がミスらない前提で組み立てている。さあ目の前で止まる、空中前当ててジャックで空前着地ますが下強で拾う展開が良さそうだが、崖が外に逃げればひとまず安心か、距離を取るがすぐさま詰めてくるのがフォックスの足の速さだ、空中前うまい上強密着展開で背面を陣取った地の利を生かすのはパセリマン、横スマッシュのモーションのようなものが見えたが、ここはスピンの突進力が上回ってそのまま空中前攻撃、内側変更だったのでラインが稼げて耐えている、逆に対空していくですね、空中前からこれは着地から展開、ダッシュ攻撃通して回避まで待っているが移動距離が長いぞ、空中後ろはもちろんケアする、横スマッシュはシールドでやり過ごして回避を待っているがここはしない、スピン通すがパーセントがもう高いか、うまいですね、うん、今度は引き完成、はい、
ね、イリュージョンの七色の感性でうまく読み勝っているぞ。これはファルコのような復帰ですね、うん、上から戻ってきて大王展開作って空中上だ。さあ圏内に入ったか大王陸空中しろ、はい、最後の部分はちょっと隙の糸というか、うん、まあ、ちょっとわずかに確認遅れたからこそ、うん、剣があの大折り空中しろもう行こうって言って判断することができたと思うんですけど、はい、なんだろう、一応確認を挟んで大上にこう圧をかけようっていう狙いがあってのこうパスリマン選手は左の大上見ててっていう状況でしたよね、うん、今のは。そうですね。さあそんな確認の猶予を与えなかった剣が1戦目取った下強攻撃、外側変更入ってる。そうですね、先ほどの、うん、まあ、下強で拾ったフォックス側が下強で拾った場面とかもそうなんですけど、うん、結構ベック変されてしまって、うんうん、崖がに逃げられてしまうとね、うん、フォックス側としても火力が伸ばせない、うんうん、崖展開は得られるけど確定でのリターンが取れないというところで、うん、まあ、結構地道に稼いでいくしかないような展開を強いられていたのかな、うんうんうん、ね、その地道とは、うん、思えないようなダメージが。今回の試合1ストック目は、うん、パーセント稼ぎが順調にいっていると。組み立てられてますね。うまい、しゃがんでなんか空炎を避けようとしてる、うんうん、で上スマッシュを狙いましたが崖外に行ったのでことなきを得ました。さあこのパーセントはおそらく始まりを告げる空炎の音が聞こえてくるところだろうか。あ、だから崖橋なのであまりリターンは伸びない、うん、距離をガバッと取って仕切り直しですがスピンで崖がいい、ちょっと怖かった。横スマッシュが見えた。さあじっくり待っているぞ。立ち位置をコントロールしているのは剣か。スピンフルチャージからの漏れてますかね今のは、うん、フォックスも結構シールド漏れがね発生するファイターです。空中後ろを当てて着地狩りの展開を拒否。中距離戦、ここは上スマッシュ打っていったが大将は横スマッシュ一発、ね、一発ならまだというところですかね、うん、移動回避で台の上に戻った。空中後ろから固めの展開ですがリフに対して空中後ろ刺した。若干か噛み合ったというか、うん、そんな感じにも見受けられますが拾っていった、うん、まあ、仮にソニックからしたら着地狩りの展開を作った時点で貴重な撃墜チャンスですからね、はい、うん、あそこで、まあ、あそこで仮に空砲が当たらなくとも、うん、自分が下側にいるっていう展開は揺るがない、はい。下スマッシュフルトールドに対して空への本当てから読み合いですがリフでタイミングずらして上スマッシュですが、見ているんですがギリギリ間に合わないと、うん、ちょっとステップで足がごちゃったかもしれないですね。さあダッシュシールドで揺さぶりをかけるがダッシュシールドには全てめくってさらに回り込み回避、確認はしていたがギリギリ間に合わず横スマッシュでお仕置きだ、はい、スカッシュジャンプから動かない上シフト鉄壁。そのバーガリから下スマッシュに押し置きの後ろ投げ、ジャンプを切って上から戻ろうという狙いですが、これはもうジャンプがない。ファイヤーフォックスでなんとか真横から戻ってきました。さあ中距離戦、さあお互いのダッシュが早すぎて、うん、とはいえもう上スマッシュは打てなさそうなのがフォックス側か。これは漏れた横必殺技からの着地狩り、なるほど移動回避で戻ってきた。読んでましたね今、それすらも見ていたかのような、はい、動きがありましたが、2段ジャンプから横強攻撃撃墜先行。おお、ソニック勝ってますね。ソニック勝ってるよなんかいつだかの時期だかからソニック勝ち始めましたよね、うん、まあ相当剣がね、うん、フォックス苦手だって言ってたんですけど最近ちょっと克服したかもと。そう、本人が言ってたんで。ライトも倒してたし。そう、フキソシこれまずいんじゃない。ホーミングから空中しろ持続、距離自体は届きそうだが、ホーミングが空を切った。あれ帰ってくる下妻少将棋あんのこれあんのさあおそらく試合をしている2人にも聞こえているところでしょう。あんのかこれフォックスは1ターン1撃墜まである。まあ確かにないとは言えないが、それ見たことある。かなり道のりが遠いか、もう飽きた真面目な感じではないらしい。上強から確認していて横強暴れをケアしてダッシュ投げ、なんだなんだ、愚直に積み重ねているダメージだが
あまりにリードが大きいか、空中前へ引きつけてイリュージョンで、復帰距離自体はまだ届くが一回見送りましたね、うん、ここは崖の読み合い、下強攻撃に向かって上強から空下、さらに空泳を狙いますが急降下を切らないものの、空泳から上スマッシュ、ギリ耐える、ホーミングに上スマッシュ、我慢している。これな、ホーミングに結構ね、あの1戦目もありましたけど、うん、リスクをつけるのがうまい。そうですね、いくら上スマッシュがあるとはいえ、どちらにバウンドするかというのはソニックの向いている向き次第だが、ここは空中白を大ジャンプに当てていった。はい、なんか言ってます。